笛を吹く漁師笛を吹いてお魚を踊らせようとした漁師のお話笛を吹くことの大層上手な漁師がある日笛と網を持って浜辺へ出て行きましたそうして網は打たないで そたかいいわのうえにこしをかけてピューロピューロとふえをふきはじめましたりょうしのかんがえではこのおもしろそうなおんがくにうかれておさかなたちがうみのうえにおどりだしてくるそうしてだんだんふえにさそわれておかのうえまでもあがってくる。 それをつかまえれば網なんか打たないでも遊んでいて商売ができると思ったのですそこで漁師は半日近く海とにらめっこをしながらピューロピューロ笛を吹き続けていましたがお魚といってはザコ一匹。 踊り出してはきませんでした。そこで、とうとう退屈して、あ,ああ,あ,あと、大きなあくびをすると、諦めて笛を放り出しました。そうして、いつものように、 はままにでてあみをうちすと、たちまちたくさんのえものがかかってきましたさてこうしておさかなたちがあみといっしょにひきあげられてこんどこそおかのうえでぴょん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 おどりをおどっているのをみて。 漁師はさもいまいましそうに「こ度ろくでなしめおれがせっかくおもしろいふえをふいてやっているのにおどりをおどろうとはしないでふえをやめるとさっそくおどりだすとはなんて意地の悪いじのわるいさかなたちだろう」といいました。